はるまーん。おーつ。はるまると。です。おやんです。おやんです。みなさん、こちらなんですが、情報が入りまして、なんと、極激辛のカレー味が、出るかもしれないという情報が入りました。公式サイトのピヤングさんのサイトの方ではちょっと 見当たらなかったんですが、ピヤングさんを情報出しているサイトの方でピヤングの極激辛カレー味が今月に出るということを聞きまして、極激辛のね最新が出るということであれば、オーヤンに極激辛を食べてもらおうということになりました。というわけで今日はオーヤンの企画です。イエーイ。激辛が苦手な男子が極激辛をどのぐらい食べれるのか挑戦です。イエーイ。結構やってるでしょ、多分YouTuber 苦手な人食べてみたとか。いいのよ、カレー味が出るって言ってるんだからその前にね、一旦じゃあ普通の極激辛をね、オーヤン食べたことないのでとうとう挑戦です。オーヤンのためにね、ルールを設けました。この子を飲んでいいよ。はい。あー、優しいブルガリちゃんそしてマヨネーズもかけて OK なことにします。やった。はい、というわけで、マヨネーズかけようがヨーグルトちゃんに助けてもらおうが、多分ねこれ絶対辛いんですよ、ね、はるまるさんにとってはそんな辛くないよみたいなことばっか言うんですけど、絶対僕が食ったら辛いんですよ、これは。誰が何と言おうが、これは絶対辛いんですよおやんのリアクションが楽しみです。ではレッツクッキング。お湯入れるだけでしょ、クッキングというわけで3分経ちました。はい。というわけでこいつを入れていきたいと思います。極激辛ソース、入れてるとこちゃんと取らな。うん、あ、オーヤン極激辛ソース入れてないんちゃうって言う人がねもしかしたらおるかもしれないんで、ちゃんと取っておきますね。入れましたよ全部オーヤンのための制服ティーマヨネーズもありますよ。よく混ぜる。私、一口食べちゃダメ？ダメです手を合わせていただきます。こんだけ食べようかな。うまっ。で？どうぞ。え、なんか面白いわ。発言しないんですか？え？極激辛は内臓というより口の辛さを、ね、結構攻撃しますね。食べたら食べただけ結構攻撃してきます。私も今ヒリヒリしてますカレー味っていうと、実は何年か前ペヤングの激辛カレー味が出てたんですよ。今は全然売ってなくてどのぐらいの味かわからないんですけど、今回そ今回それよりもめっちゃ辛い極激辛のカレー味ということで、パッケージもなんかカレーの王様みたいなバージョンで、あのフッフッフーみたいな感じで極激辛と同じような怖い形相をしたパッケージなんですけど、めっちゃ楽しみです。一応そのサイト、情報サイトでは1月18日発売と書いてるんですが、あのしっかりねまたね、あの味をね私は食べてみたいと思ってますので、ぜひお楽しみにしていてくださいませ。うん、ココイチの時より辛い？ココイチはね、あの一応ご飯がセーフティーゾーンだからね。セーフティーゾーンがない辛い。思ってた何倍辛い？
ほら、やばい。一応、泣けるほどの辛さですっていうキャッチフレーズなんですけど、泣けるほど辛いですか？泣いてるもん。やばい。お前泣いてる。泣いてる、おやんが。大丈夫か？大丈夫？結構食べてますね。いや、オーヤンはもともと辛いの全然無理なんですよ。泣いてんな。えいえいと。大の大人でも結構辛いですね。絶対お子様は食べちゃダメですよ。泣いてますね。大丈夫。大丈夫。辛すぎる。ちょっと休憩。食べていい？まだです。ココイチの日じゃないですね。これ辛かったらワーワー言うじゃないですか。はい。これワーワーするワーワーすることもできないレベルに辛いですよ。これもう、はい、シャレにならないレベルです。これ。の命の源ちゃんなくなっちゃった。どうしよう。吹き込むしかないのか。いや、想像以上の地獄なのか。皆さん逃げてると思ってるでしょ。うん、逃げてるんですよ。これはね、普通に食ってはダメです。強い人。さあ、行くか行くか行くか、うん、行くか。立つんだ、ジョー。行かなあかんのか。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。おいったね。うん、完食です。いや、頑張った、おやん。顔が極激辛になってる。極激辛です、僕。大丈夫。頑張りました。皆さんは、まあ、自信がある人だけ食べましょう。これはカレー味が出だしたら、あの、私また動画出したいと思いますので、どんな、ね、味か楽しみです。確実な情報じゃないですよね。公式の人じゃない。ほぼいけると思うんですが、はい、あの URL、 あの、出しとくんでチェックしてみてください。というわけで、今日はオーヤンが頑張った動画だったので、もしオーヤン頑張ったなって思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。オーヤン体を張りましたので、今日もおいしく美味しくなのかな。私は今日もおいしくごちそうさまでした。あたるまーん。あーつ、まあ、あとね、まあ、あとね、バイバイバイ。頑張ったね、俺。よし、アイス食いに行こう。